81717.2K、714.2K 型は、ハンガリーの首都ブダペストを走るブダペスト地下鉄で使用されている電車。開業時に導入された EV 型や1979年から導入された81から717.2、714.2型をもとにメトロワゴンマッシュで改造が施された、車体更新車である。2014年11月、 ブダペスト地下鉄を運営するブダペスト交通公社は老朽化が進んだ旧型車両を30年延命させるための更新工事の実施計画を発表しアルストムやカフなど世界の各企業が参加した公開入札の結果これらの旧型車両を製造した経緯を持つロシア連邦のメトロワゴンマッシュが交渉権を獲得し翌2015年7月8日に契約を結んだ そして車体や使用機器などの大規模な更新が行われた後、2016年に最初の車両が完成したのが 81717.2K、714.2K 型である。編成は片側に運転台を持つ、電動制御車の 81717.2K 型と中間に連結される電動車の81から 714.2K 型によって構成され、 通常は6両編成で運行している。車体は改造元の軽量構造の構成となっており、前面は新規に製造された左側に非常扉が設置された右側運転台式に変更され、人間工学に基づき運転手の作業環境の改善が図られている。座席配置は全車ロングシートでベビーカーや車椅子などを置くことができる。 フリースペースには二人分の折りたたみ式座席が設置されている。また照明が改造元の蛍光灯から LED 照明へと変更され、メンテナンスが不要となっている。さらに電動機や制動装置も刷新され、消費電力が改造元の車両から削減されている。最初の編成は2017年3月から試運転を行い、同年中に3号線で、 営業運転を開始した。以降は当初の計画通り、旧型車両222両の更新が進み、2018年4月2日をもって未更新の車両は運用から離脱した。更新工事が完了したのは同年6月である。ありがとうございます。